はい、それでは22回やっていこうと思います。あと少しですね、終わるので。22回がレインボッティということで、これもね、一応情報なしで自力でなんとかクリアしたいと思います。じゃあ、ただね、ふわっていいなんですよね。いや、怖い。でもちょっと楽しみ楽しみにしてました。やっと22回もできるレインボッティが出現。わっ、トロッコを使用してうまく逃げよう。トロッコか、もしかしてパズルみたいになってたりする？なんか頭使うやつちょっと嫌だなできるかな。待ってよ、これ乗っていいのかな、いきなり。え、これトロッコ乗らないと他のゾーンに行けないとか、なんかすごい色が違うとこ。うわー、なにこれ。あれ、ここなの、ゴール。あ、あったあった。え、簡単なんじゃない？ 3 つでしょ。あら、1体出てる。あ、2体出た。あと2個か。あ、歩けるじゃん、ここ。ここ行けるじゃん。なにここ、ピンクのとこ。え、もうさ、隠し通路のさ、癖が抜けないよ。あ、乗っちゃった。いや、無駄乗り、無駄乗りだ。え、あっちの方かな。とりあえず1個は、あ、いた。やばいやばい。うわ、めっちゃ出てる。ちょっと待って。5体ぐらい出てる。もっとかな。あいや、わおちょっと待って、ちょっと待って、乗っていいのかな、乗って逃げるっていう。待って、これただボタン探して押せばいいだけなのか。あ、なんか下の方にもあったよ。うわー、ちょっと、あー、無理いやいやいや、広いね。わー、なるほど、動き回ってボタンを探すパターンか。トロッコ乗って、広いのかな、じゃあステージが。あ、もうある。これはちょっといい感じなんじゃない。あと2個探せばいいってことで、一応もう、何、ゴール地点とボタンの数はもう分かったので、まあさっきと同じとこにはないか、ここにはないか待って、フワッティは最初はまだ1体なんだ。なんか今のうちに、え、あるあるある、2個目あったよ。3個目が遠いのかな、めっちゃトロッコ乗らないと到達できないとこにあるのかな。あと1個でしょ。まだ2体、まだ2体。どこどこ。うわ、一気に出た。はっ、いやいやいや、あー、押せないねいや、思ったより早いな、動きが。やっぱり、いや、これボタンの位置があれですね、いい感じだとすぐクリアできそう。あー、ない、ボタン。一応はいろいろともう把握したのであとはやるだけ。ちょっと遠くから先にフワッティが少ないうちに遠くをやっちゃった方がいいのかな。ない。こんなとこもあんの？何の形だろう？あったよ！すごい意地悪なとこにある。これ何の形？すごいギザギザしてるんだよね。やばい、来た。2体でしょ？まだここに2体なんで、今のうちにもう1個乗っちゃおう。いや、無駄乗り。あ、こっち行く？こっち行こうか。ある？で、これ何の形だろう？え、ここかあった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 。これで2個か。やば、乗ったところでそんな稼げない。やばいやばいやばい、行き止まり。これいけないね、いけないいけない。もうなんか隠し通路期待しちゃった。あ、無理一気に増えるね。いや、隠し通路のさ、あれが抜けないよ。行き止まりだね、ここ全部ね。よし、もうボタンを探すだけ。あった、いる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 んだなこれいかにフワッティに出会わないかが。これ2体目でしょ。あったあったあった。こんなとこ、下行けないしね。いや、これ負け、あ、2体行きたいよ、やっぱり。くるっとしてトロッコ乗っていけるかな。うわ、あ甘かった。スタートはここ固定なんだな。やっぱ乗らない方が行きやすいとこもあると。で、乗り継ぎのトロッコがないと、乗ったところで降りっぱなしでやられちゃうから、その辺はちょっと考えないと、次乗り継ぎとか行く場所、考えとかないとね。で、ここで離れよう。今んとこ2体だから。戻ってきてこの辺にないかな。あと2個、この下の緑のとこかピンクのとこだね。あ、あったあったあった。あと1個、やばい、ない、ピンクのとこない。乗って意味あるかな。乗るか。いや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 、おお多いな、急に多いな、やっぱり。
よし、これもうボタンさえ見つかればゴールもその辺だし、いけちゃいそうなんですよね。ですけどこっち側に絶対1個はあるはずなんで、あ、近いところにある。これいいんじゃない。もう2個押して、あと1個。いや、これ全部スピード勝負だね。結局青の通って早くやったら合わないです。あるじゃん、あるあるある。これいい感じ。ふわってに合わずにいけるんじゃないこれ。そういう感じか。誤解みたいな感じですね。うわ、そこにいるの。タイミング良ければいける。これは大丈夫でしょ。大丈夫、 OK、 来た。よかった。これはちょっとね、ボタンの配置がかなり良かったですね。なるほど、22回、いけました。じゃあもう続けて23回もやっていきたいと思います。 OK、 4000枚大きいですね。よかった、ふわっていはね、なんとか運が良かった。で、23回、こっちももう続けてやっちゃおうかと思います。これね、迫力がすごいんですよ。恐竜鬼だったかな。すごっ。一回ね、なんか考察した時に16回以上のこんな鬼が出てくるのが20回じゃないかって言ってた時もあったんですけど、恐竜鬼が現れたぞ、障害物を避けながら逃げ切ろう。やばいね、針がある。針があるってことは鉄球もあるんでしょ絶対。障害物なんか飛んでくるってことはないと思うんで、わっ、やっぱり鉄球と針が一番最悪な組み合わせ。かわいい、この鬼卵抱っこしてるやつ。え、これ1個 ?1 個目山、ま、うわ、どこに来たの。いた、恐竜に。え、ちょびっくりした。え、1体同じ人今。え、どういうことさっきの鬼が、どこに、どうやって行けばいいの。さっきの鬼魔法陣でワープしたら、え、下にいる。同じ人だよね。狭いのかな。いけないいけないいけない。おー、危ない。待ってよ、道が全然わかんないよ。どこに来てる、やばい、青鬼に来てる。こっち、こういうこと。いや、来てる来てる来てる。これ抱っこしてるやつかわいいね。青鬼横にしか動かないやつ。いや、道がわかんないっす。あ、ゴールあった。3つね、扉3つ。2個押したよ、2個押したけど、あと1個どこ。あ、狭いのか。1体だもんね、レア鬼出てんの。道がわかんないです。こういうことか。あボタン見えた。え、こっちね、鉄球ね、忘れてた。鉄球の道は歩いていけってことか。よし、行こう。相変わらずね、手こずるんですよ、いちいち。一発クリアなんて多分ね。わー、こっちから来る。無理なんで、マイペースに楽しくやろうと思います。こっち来るってことは、すぐ上なんだな、これ。魔法陣入ったところで。でも、鉄球の道が嫌だな。こうして、こう、あ、トゲの上歩くんだ、歩くんだね。そうか。探しようか。どうしよう、もう。あ、取れない。いや、結構来てる。背中がリアルだな。よし。巻いたところですぐそこにいるんだよな。危ない。で、ここにあるでしょ?待ってよ。来てる来てる。ああよし、もう相変わらず手こずってるけど、いいです。やっぱ初めてやるとこは楽しいんでね、動画とか攻略とか何も見ずに、楽しくやろうと思ってます。が、乗ってきた。ドンってきた。ちょっと。行こう行こう、どんどん行こう。22回とね、23回は面白いですよ。ストレスがそんなにない。21回も若干、あーってなりましたけど。あ、通れないね。で、上の方に来てる来てる。あったー。あ、これ右側にいるのか。よく配置が分かってない。で、あと1個。ここね、ここ怖い、ここ怖い。鉄球が。行ってから、危ないよー。あと1個左側かな。こっち側かな。怖い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 。あった。オッケー、これで3つ開いた。あとはゴールするだけ。
一体でしょ。いけるよいけるよ。ただこう鉄球の道が怖い。あー来てるうわどうやって行こう。こっから降りて、あ、こっちの方が近いか。来てる来てるんだ。よいしょ、こう鉄球待つ。あー来た、よし行こう。危ない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 。あーよかった、いやよかったよかった。危ない、トゲの上もガツガツ歩くから。よし、とりあえず23回もクリアいけました。あとは24、25ですね。次回やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらまた次も見てください。それではまた、バイバーイ。